じゃあ、こんにちは。はい、ガンちゃん。おはようございます。ね、新春一発。はい。まあもう正月もだいぶ過ぎたからな。そうですね。うん、まあでもですけども、改めまして今シーズンもよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあキャンプは入る前ということでね。はい。はい、まあガンちゃんはもう日本ハムベタつきということで。ええ。もう今2月のスケジュールは1月の末に沖縄に入って、2月の末に沖縄を出る、もう決まってます。昨年はコロナでね、はい、コロナの途中で帽子切れ頼んで申し訳なかったけどとんでもないですとんでもないです久しぶりに出まして帽子頼んだよ、ね、帽子持ってきて、あれキャンプの帽子って人気やからな、意外にな、まあ、そうですね、その時しか出回らないんですよね、そう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 、はい、貴重なんで売ってもないしな、そうです、はい、うん、また言ってください、はいはい、もう頼んどくわ、はい、はい、それで、はい、まあ、昨年新庄監督、はい、まあ、1年間苦しんだと思うけども、ええ、まあ、苦しんだのか、ええ、もう見定めてちゃんとしたのか、今年どんな野球になってくると思う？まず去年1年間それをブレずにやりきったところが根性あるなと思って、まあ確かにね、これだけ世の中に匿名の声まで飛び回るような条件があるのに、それをブレずに走り切れたっていうのが、うん、あ、めちゃくちゃ強いハートだなと。選手の時は実はすごくこう繊細なガラスのハートも持ってるのかなと思ったぐらいです。突然辞めるって言った時期もあったじゃないですか。同学年でやっぱり僕彼の姿も見てたんで、ある意味年頃で揺れ行くこともあるのかなと思ってた選手なんですけども、成績を残しアメリカに行く、帰ってくる、パリーグであれだけ盛り上げてくれる、で指導者となった時にめっちゃ強い男になってるやんっていう感想を持ち、1年終わってそれをもう一度確認できたって感じですかね。でも結果は6位じゃない、はい、勝たさないからな、はい、あ、こう楽しませても、はい、やっぱファンは新庄効果っていうふうに言うかもわかんないけど、観客動員数変わってないらしいんだよね。ああ、そうですね、うん、だから増えてはない、増えてはない、はい、ということはやっぱり勝たなきゃいかんということだ、ね、そうですね、だから今年勝つ野球ができるかどうかって、うん、どう思う？その準備は、うん、まず意識改革、楽しんで自分の能力を発揮するんだよ、バット出さなきゃ結果なんて出ないよ、で能力を出す作業から、もう2023年はその能力を君たちはどうやって使ったらいいと思いますかに変わってるじゃないですか、うん、勝つためなんですよという、まず考えさせてるこの1月だと思うんですよ、うん、で2月のキャンプから実践でそれも正解だけどこれもやってみようというようなディスカッションが始まっていくと思うんですよ、うん、で2月でもう時間が足りないって言ってるぐらいなんで、2月でおおよその体制を整えて、3月にはもう本番さながらのファイターズがいると思ってます、うん、今年は固定でいくのかね。固定っていう言葉よく聞くんですよ、うん、どこまでか分かんないですよ、うん、去年もシーズン中にもういつ頃からはレギュラー固定しますって言ったんですけど、コロナの影響とかで先延ばしになったりもしたんですよね。でも今年はもう3月のオープン戦にはほぼほぼベンチ入りが決まってるよっていうような発言も飛んできたりとか。ああ、そう、メディアにあんまり出なくなったよね、あの野球以外のですよね、うん、バラエティーものとか出なくなったよね。はいはい、これはなんか期するものがあるのかな。いや、もっとはっちゃけるかなと思ったんだけど、はい、いやだけどなんかおとなしくしてるの、まあ、そういうのが不気味なんだよ。そう感じますよね、うん、でもなんか今日入ってきた情報によると、1月31日のキャンプ前夜の CS 方法ガオラスポーツの生中継で思いの丈をぶちまけるというようなメディアにはそういう発信はしてるんですよね、うんうんうん、でもバラエティ出なかったんですよね、うん、だから去年1年間ファイターズの監督になりました、なりますの挨拶回りのバラエティ出演だったと思うんですよ、うん、それをもう終えたし、本腰の2023年はもう野球一本ですよだと僕は勝手に思ってます。なるほどね、はい、監督批判をっていうのも聞こえてきたよね、このオフは、はい、まあ、移籍することによって、まあ、聞こえてくる新庄監督の野球が、はい、まあ、合わなかったとか、まあ、はっきり言う選手も出てきて、そうですね、まあ、相当疲れてる中で相当疲れてる選手もいる、使われ方によってね、はい、これはどうなのかね。僕ね、言うたら30年以上プロ野球の世界に携わって、うん、新しい監督は未開発選手やっぱり開発したいじゃないですか、うんうん、で一人前にしたいし、その思いがすごく誰にでもあることだと思ってるんですよ。でベテランはもうやってくれて当然、レギュラーはやってくれて当然の中で、まあ、目がいってたのは伸びしろの選手だったんですよ実際、まあ、今川にしかり万波にしかりで、松郷はそのまま成果を出しましたけども、で野村もそうで、名前挙げたらそのたくさん伸びしろを持ってるその選手たちに目が行き、育てたい時にちょっと蚊帳の外を感じてしまったのかなと思うんですよね。レギュラー陣、ベテラン陣、ベテラン陣、ああ、まあピッチャー宮西ぐらいか、レギュラー陣でいうと近藤ですよね、まあ、その2人には給料下がる、もしくはフリーエージェントで出ていくというファンからするとびっくりな現実がそこにあって、彼らはやってくれて当たり前なんですよっていう別カテゴリーでいたのがちょっと誤解を生んだのかなみたいな。
と勝手に思ってます。なるほどね。まあでもレギュラーとしたら今まであの扱い方をされると仕事はやりにくくなるよね。まあ、そういう不満は抱えたんだと思うんだろうけど、まあ昨年1年間見てきてピッチャーで今年期待できる選手って誰？それはどのポジションですか？どのポジションでもいい。僕は加藤はやってもらわなきゃいけない。あれはもう開幕投手でしょ。やってもらわなきゃいけない。で伊藤大海、うん、どのポジションも今あのできるピッチャーやってもらわなきゃ困る。どのポジションがいいの？今の現状だとチーム事情でいうと抑えやった方が後のピッチャー固めやすいと思ってるんですよ、うん。まあ、勝つためって言ってるから。いやたださ選手はっきり言うようになったね。いや俺は先発やりたいから。なるほど。もう最近多いですよね。多いよな。それどう思うよ。いや時代の流れでいいと思います。いいか。それ許してたら俺チームにならないような気がするんだけど、ね、それを統括する監督がいかに言葉の力と絆でそれを理解に変えて納得とともに戦えるかだと思うんですよ、うん、だから監督のあり方も変わってると思います。まあ、それ全然違うよな。あ、こうせえああせえ俺が言うたからこうやりゃいいんじゃ、うん、もうそうではないと思ってます。それは正しいこと、正しい方向に行ってると思うのか、これはもうチームとして勝負として違う方向行ってんのかって、ガンちゃんはどう思う？優勝争い優勝してそれが答えだと思ってるんですけど、俺は指揮官は絶対じゃなきゃチームの統率は取れないと思ってるから、平行線やったら最後指揮官の方向性に選手を合わせるべきですよね、うん、じゃないと不協和音ばかりになるじゃないですか、うん、伊藤は先発やりたい、まだあのファイターズの首脳陣が伊藤を抑えにやるって言ってないんですよ。まあ、僕が言ってるだけで、うん、まあ、昨年あの1試合ね、はい、抑えやったからさ、またいいシーンでいいボール投げたんですよ。まあ、いいよこれは安心して見てられるよ。もうそのインパクトと、うん、東京オリンピック見てもうリリーフでいきなりあのロジンの煙パーンがめっちゃかっこいいやんみたいな、かつての笹岡さんを思い出させてくれるぐらいの投球で、うわこれで抑え決まったらもう先発ピッチャー育てがやるし中継ぎなんかゴロゴロしみたいな、そんな感覚だったんですよ。でも本人先発なんで意思体と言ってるんで、口説くのか投げる本人の主張を尊重するのか、それはまあ話し合いっていうのはね大切だと思うけど、やっぱり1チームを、ま、こう預けてもらった監督っていうのは監督が絶対じゃないとやってくれないかとか、こびてるようじゃチームに俺はならないと思うよ。それはないと思います。それはないでしょ、はい、もし僕がピッチングコーチでそれを抑えがいいと、でもし監督と意見があって、じゃあガンちゃんちょっと口説いてきてくれよって、分かったって口説きに入ります。それはもう決してあの押し付けもしなければ、嫌だって言ったらどうすんだ。いやもう口説いて口説いて、僕のありったけの味噌の中の言葉を出して一晩考えてくる。だからそれが必要かっていうことなんだよね。もう今チームを形成するのに必要じゃないですか今は。そう、最悪自分のやりたくないことやったら SNS でバーンって弾けるような選手いるんじゃないですか。いやでもそれが職業だからね。あ、はい、これはアマチュアだったら別だよ、はい、でもフロントも連れてきて、それで成績残したらどんだけの改めての出来高作ってくれとか、本当に適正で彼にやってほしいと思えば、うん、それぐらいの行動に出てもいいぐらいの選手やと思ってるんですよ、うん、なかなかいないですよ。マウンドに上がっていきなりあのパフォーマンス出せるんで、そうもちろんね、12球団探しても少ないと思うんですよ、うん、だから最初からもう全力でバーンって100、はい、100でいけるからね。そうです、伺わない、うん、全部勝負いける。まあそうだね、はい、いや俺も抑えが適任、はい、今の日本はもう考えるんだったら適任だと思うよ。そうそうそう、はい、一番初めの西武伊藤君取ってみないかと、ほんでエスコンフィールドで1年目で西武を取ってみないかと、ほんでエスコンフィールドの1年目君の名前が上がった時にブルペンからあなたの好きな音楽でマウンドにカーッと歩いて行ってみないかっていうような煽りはガンガン入れます。それでも僕は先発ですって、分かった、じゃあ10勝あげてくれよ、折れるん。いやもうそこまで言われたら本人のやる気が一番チームへの貢献度だと思ってるんで、ね、難しいな。難しいです、ね、今の時代で、うん、井戸さん鈴木源也見とってください。ビッチャーすよ。いやいや、やっと先発に慣れてきたよね、はい、今年は何勝かするかなっていうふうに思ってるんだけど、サイドスローで入団して自分の独特のピッチングフォームを打ってたんですけど、あれは変な話その形で自分しかできないものを人に見せたいっていうのもあったかもしれません、うん、いわゆる余計と言われるものを省いて様になってきて、ビッグボス新庄監督が君アンダースローやってみないってやった時にドハマりですね、うん、昔からやってましたっていうぐらいのアンダースロー で時折未練があったのか追い込んだ後にサイドハンドに強い球投げようとするんですよ、うん、そういう時って必ずこの瞬間にコンマ何秒開きが早くなってパッとバッターに見えやすくなって甘く入る、もうそんなの悪循環しかないじゃないですか。
まあ、欲が強いな、はい、やっぱ勝ってないピッチャーだけに、はい、なのでそれが見えた時に失敗するな。解説でもそれ言ったんです、これ絶対いらないです、うん、なぜなら経験したからですっていう話をして、うん、でアンダースの1本で1本で言ったら完投できるぐらいまでのピッチャーがあって、今シーズン僕悪くて12勝6敗見てるんですよ、月2勝1敗。アンダースロー痛いの回の言いにくいですから。打てるか、そっちか、援護点ってやれるか、そっちか。それね、平均6点上げたらその数字は考えなりますね、うん、だからコンちゃん抜けて、はい、誰が打つんやろうなと思って、まあ清宮は打つと思うけど、はい、キャリアハイはいきますよね。だからどうすんのかなと思って、野手は2人で上げるとしたら野村、サード野村、はいはい、彼がお願い、怪我せずに1年間フルにやってきて、まあ、やってくれと、うん、ほんで彼の本当を見たいんですよ。来た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 、 J 来た、 J 来た、野村 J 来た、痛めました、 J 来た、 J 来た、アクシデント、めちゃくちゃもったいなくて、いや、しらけるんだよね。あ、まあまあそれですね、うん、J 来たのにみたいな。いや、そうそう、だ J が2割8分でも30本打つような打者だったら、うん、チームガラッと変わると思う。いや、でも札幌ドームよりはホームラン出やすいでしょ。出ると思います。そうだよな、はい、いや30本はいけるよな。でも天然芝の球場で彼守備の不安を時々よぎらす時があるんですよ。守備の不安はバットに影響する選手っているじゃないですか。まあ思いっきりあるよ。それがないことを祈りたい。もう僕 J は祈ることばかりです。どっちみち下手なんだからさ。あ、いやでもこれはね、でもこれめちゃくちゃ重要やと思う。いやこれはね、上手くなっていくよ、はい、ただ心が折れないことだよ。あ、だからコーチがものすごい大切だよね、そのフォローをしてやるという、はい、だから下手は下手でいいんだから、はい、これ経験を積んでいけば絶対上手くなるから、それは意識があれば。下手だからといってこう固く保守的には通しくないですね。いや、うわーっと攻めて、硬いんだよ、下手くそなほど硬いんだよ。ああ、だから硬くなってほしくないって言ったんですけど、硬くなっちゃうんですか。下手くそはな、もう最初から力み上げてるから、本当に。だからもう本当にね、柔らかくファインプレーばっかり見せるぐらいの、そうそうそう、気持ち、まあ言うの簡単か。いや簡単だよね。言うの簡単ですね。まあまあ、ただあの状態の力を抜くということね、アドバイスをしたら、下半身に力入っててもいいから状態はこんにゃくみたいになっとかない。そう思ったら、あの小屋野っていう選手がサード守ってる時エラーも多かったけどファインプレーだらけだったんですよ、うん、彼はエラーを恐れなかった選手だと思って見てるんですよ。だからサード上手かったんですよ。ガジローね。はい、ガジロー。はい。もう竹ぼうきで早い、早い相手だ。確かにね。はい。奇想天外な選手だったよな。打点をも取ってな。はい。そういう選手になってほしいなと思って。で、今シーズンから声長つけてた5番、同じ背中5番なんですよね。で、レアードもサード守ってる時に5番で、レアードもエラーをそんなに恐れない、柔らかいプレーだったんですよ。そんなサードになってほしいなと思って。野村 J かな。まあまあ、そうだな。はい、まあ、4番が育つとな。はい。いいからね。で、松郷キャプテンやってくれ。松郷キャプテンなの、やってほしいです。今年はまだ決まってないの、キャプテン。まだ僕は聞いてないです。おう、なんだ、はい、まあ、キャプテン置かないのかな。まあこれはチームの方針なんでね。まあじゃあ今年は固定の野球が見れるということだね。だと思います。でいきなりファーストランナー飛び出てこけたりとかも、ここ一番でサヨナラのシーンとかではあるかもしれないんですけど、まあ野球選手はこけないよね。まあそれに引っかかる方も引っかかる方だけど、トリックプレーのここでトリックっていうのはないと思います。新庄監督もできることは分かったから、奇想天外よりも不意をつくのはあるけども、奇想天外の波風立つことはないようなようなね。でも波風あったからなんか面白かったけどな。僕もそれも思ってるんですよ。ここって言った時には使ってほしいけどね、はいはい、毎度毎度使うんじゃなくて、ええ、スクイズとかでも放送席で差し込まれる時あるじゃないですか、うん、そういう野球もやっぱり見たいんですよ。まあそうだよね、はい、じゃあ今年新庄監督に期待することは、僕は新庄職は絶対絶対に決してほしくないんですよ。新庄剛志だからこそこの野球ができるっていう姿を、去年のあの苦労が今年こうやって実ってます。でもやっぱりキラーンと輝く白い歯が見える、そういう監督でいてほしいと。なるほど、はい、ちょっとよく分かんなかったけどさ、どんな野球やってくれるのかなって急に変わって、うん、急にあ、かしこまんなよっていう、そういうのはあんまり見たくないかなと、らしくないんで。でもあれか、奇想天外なことはするなと。いや、してもいいと思うんですよ、タイミングですよね。なるほどね。うわ、放送席で差し込まれたっていうのを何度も発言したいと思ってます、ね、はい、近藤さん辞めるらしいじゃん、相棒が、ね、他のことで忙しいんですかね。なるほどね、はい。